どうもこんにちは、みーたんぐです。今回は大変お待たせいたしました、この切り株の編み方を紹介します。私は針山にしちゃってるんですけども、針山にしないで編みぐるみを乗っけたり、そのまま飾っても可愛いと思います。ぜひ皆さんも作ってみてください。今回私が使用するのはベーシックコットンの色番の8番と、これはあれがないんですけど5番ですね、色番5番を使用していきます。でも好きな色で編んでみてください。かぎ針は4号針を使用します。まず最初はこのちょっと見にくいんですけど、針が刺さってて中心の白い部分から編んでいきます。なので白っぽい方の糸を最初に持ってぐるぐると2回巻いて輪から編んでいきます。かぎ針を輪の中に入れて1回糸を引き抜いてもう1回持ってくる、グイッと。そしてここから立ち上がりに鎖編みを1回します。そうしたらこの輪の中に細編みを7回編むんですけれども、最後の細編みの引き抜きで色を変えます。細編みはかぎ針を輪に入れたら1回持ってきてこの2本を引き抜きます。1 2 3 4 5 6、最後7個目で糸を持ってきたら、ここもう一回引き抜くんですが、そこで糸を変えます。まだ絞ってないのでやりにくいんですが、糸を持ってきて糸を引き抜く。そしてここでかぎ針を抜きます。糸がね、こんな感じで出ていますね。でこの短い糸を軽く引っ張ると、この2本片方が反応して動きますので、その反応して動いた方の糸をこっちですね、もう一回こっちから引っ張る。そうすると輪が絞られてきます。ぎゅー。そしてまたさらにこの短いのをもう一回引っ張ると、これも絞られます。もう一本もできました。そしたらもう一回かぎ針を戻します。そしてこの長い茶色をできてギュッとします。はい、そしたらここから数えて1 2 3 4 5 6 7、7個目の細編みの頭、最初の細編みの頭に引き抜きます。こんな感じです。そしたらこの茶色の短い糸を編みくるみながら編んでいきます。手前に持ってきます。糸を持ってきて鎖編み1回で立ち上がります。そしたら根元の目に細編みを2目、全部の目に2目ずつ入れていきます。1 2、次の目1 2、
次、1段目が7名あったので2段目は14名になります。この辺でこの編みくるんでいた短い糸は後ろに持っていって編みくるむのをやめます。このまま2目ずつ全部で14目になるように編んでいきます。はい、最後の目です。今回色を変えているので分かりやすいんですが、この白い目が最後の目になります。で、ここに茶色の目があるんですが、ここは、引き抜いたところなので編まずにここでおしまいになります。で、最後の細編みの時にさっきと同じように色を変えます。で、切っていないこの長い方の、この短いのじゃなくて間違えないようにして、この長い方のつながった糸を持ってきて引き抜きます。そして最初の細編みの頭 で引き抜き編みをします。この時も茶色の糸は切らずに置いておきます。で、鎖編み1回で立ち上がって、次3段目は最初の目細編み2回で、次が1、2、1、2、1を繰り返していきます。1、2、次が1、そして次が2、次が1、こうやってぐるっとここまで編んでいきます。はい、最後の目です。で、ここで糸を変えます。で、最初の細編みの頭で引き抜きます。はい、で、次は3段目じゃなくて4段目ですね。4段目に行きます。4段目はまず最初に、根元に細編みを1回編みます。そしたらここから2、1、1、2、1、1を繰り返していきます。最後は2、1で終わると思います。次が、ここから2回、同じ目に、2、で次が1、1、1、次の目、1、でもう一回2、1、1です。もう一回、次の目に1、もう一回次の目に1で2、1、1を繰り返してここまで編んでいきます。はい、最後の目で色を変えますね。糸の色を変えます。糸を持ってきて引き抜く。で、最初の細編みの頭で引き抜いて、続いて5段目ですね。はい、5段目も鎖編み1回で立ち上がって、5段目は2、1、1、1、2、1、1、1を繰り返していきます。最初に細編みを2回、1、2、次に1、1、1、1、1、
これを繰り返してここまで編んでいきます。はい、最後の目です。最後の目は今までとちょっと違って、普通に細編みを1回編みます。そして最後のここの最初の細編みの頭で引き抜くところで糸を変えます。そしたらこの子も編みくるんでいきますので、手前に長い方持ってきて、ここからこの部分を編んでいきます。立ち上がりに鎖編みを1回で、そしたら、今回はこの段だけは、さっきまではここにかぎ針を入れていたんですが、向こう側の半目だけを入れます。で、編みくるむのでこっち持ってきて、細編みを1回ずつ今回は編んでいきます。一つの目に対して一つずつ入れていきます。次の目、向こう側の目だけに入れます。これを繰り返していきます。で、これはある程度いったら向こう側に持っていってカットします。はい、最後の目ですね。ここが最後の目になります。この前の段で最後の引き抜きで色を変えていないので、ここも同じ色になっていますが、引き抜いた目なので編みません。そして最初の頭に引き抜きます。ここからはこの茶色の色で編んでいきます。なので、さっき言ったこの糸を切っちゃいます。こんな感じで、ついでにこの辺の糸も短くしておきます。 1,2,3,4,5,6 段目まで編みました。はい、次7段目です。7段目は鎖編み1回で立ち上がったら、増し目なしで普通に細編みを一つずつ編んでいきます。さっきは半目だったんですが、ここからはまた普通にかぎ針を入れて一つずつそれぞれの目に編み入れていきます。ぐるっと編んでいきます。はい、最後の目まで編めたので、最初の細編みの頭で引き抜きます。こんな感じです。で、何の用途に使うかにもよるんですが、もし何か物を置きたい、置物にしてを平らにしたい場合は、猫とか猿の編みぐるみの時にやったように型紙をとかをこのサイズに切ってボンドで貼り付けるっていうのもいいと思います。そうするとここがピタッとまっすぐになります。針山にする場合はそれがあると刺さらなくなるので、逆にこの裏側に型紙を入れています。そうすると針が出てこない。こんな感じで作りたいものによっていろいろ細工をしていくといいと思います。はい、では8段目に行きます。8段目はこの根っこの部分を編んでいきます。8段目から編んでいきます。まず鎖編み1回で立ち上がったら、細編みをまず5目編みます。1,2,3,4,5
私はここから5目のところ、6目目にから、根っこを編んでいくんですが、根っこをどこにつけたいかっていうのはこの段で好きなところでいいと思います。私は最初に5目細編みを入れて6目目かに、6目目に根っこを編みます。6目目だけは、根っこを編みたいところは中長編みを2つ編み入れます。中長編みはかぎ針にこんな風に糸を引っ掛けて次の目にかぎ針を入れて糸を持ってくる。でこの3本を一辺に引き抜く。これが中長編みです。で同じ目にもう一回中長編みを編み入れます。1個目の根っこがスタートしました。次はここから7つ細編みを入れます。1、2、3、4、5、6、7、はい、そしたら次の目にまた中長編みを2回編み入れます。1同じ目に2、そして次の目もまた、次も7回細編みを編みます。1、2、3、4、5、6、7、はい、そしたらまた次の目に中長編みを2回です。同じ目に2、そして次も細編みを7回します。1、2、3、4、5、6、7、そして次の目に中長編みを2回です。1、2、で最後1、2、3、4、5目細編みを編んでおしまい。この段はおしまいです。1、2、3、4、5で引き抜きます。はい、続いて9段目に行きます。9段目も立ち上がり鎖編み1回で立ち上がって最初の5目ですね。5目は細編みを普通に編みます。1、2、3、4、5、はい、そうしたら前の段で中長編み2個が入ってますね。ここの中長編み、1つの目に2つずつ中長編みを入れます。なので4つ中長編みを入れることになります。次の目、ここの中長編みに中長編みを2つ入れます。はい、そしたら次の目の中長編みにも中長編みを2回です。1、2、そしたらここから7回細編みを入れます。
1、2、3、4、5、6、7。そしたらまた、中長編み2回が出てきましたので、ここと同じように中長編みに中長編みを2つずつ入れていきます。1、2、次の目にも中長編みを1、2、そして次の7目に細編みを1つずつ入れます。1、2、3、4、5、6、7。そしてまたここの中長編みに中長編みを2個ずつ、1、2、次の目、1、2、そしてもう一度7つ細編みを編みます。1、2、3、4、5、6、7。そして最後の中長編み2目ですね、ここも同じように1、2で、次も1、2、そして最後の5個細編みを5目編みます。1、2、3、4、5。そして細編みの頭で引き抜く。こんな感じでちょっとビヨンと足が出てきた感じになりました。なってきました。はい、次の段いきます。はい、鎖編み1回で立ち上がったら根元から細編みを5回します。1、2、3、4、5。そしたらここに前の段で、中長編みを4つ編んだところがありますね。この最初の中長編みには中長編みを1回します。中長編みを1回、そしたら次の目に中長編みを2回します。1、同じ目に2。そしたら次の目にまず1回中長編みを入れて、そしてここで鎖編みを3回します。1、2、3。そして、かぎ針から数えてこの裏山、裏側にある目に1、2、3目、1、2、3、ここに引き抜きます。そしたら同じ目に、さっき中長編みを編み入れた同じ目に中長編みをもう一回編みます。そして次の目に中長編みを一回です。はい、細編みを5回して
中長編みを1回、中長編みを2回、そしたら次の目に中長編みを1回して、鎖編みを3回して3目めに引き抜く。そして同じ目に中長編みをもう1回編んでいます。そして次の目に中長編みを1回入れました。そしたら次の7目、細編みを1つずつ編みます。1、2、3、4、5、6、7。で、ここ。もう一度ここと同じように中長編みをまず1回。そして次の目に2回。次の目にまず1回中長編みを編んだら、鎖編みを3回、2、3、そして3つ目、1、2、3、ここに引き抜きます。で、同じ目に中長編みを編みます。そして次の目にも中長編みを1つ。そしてもう一度ここから細編みを1つずつ7目編んでいきます。1、2、3、4、5、6、7。次も同じように次の目に中長編みを1回で、次の目に2回、1、2で、次の目に1回で、鎖編みを1、2、3回、そして3目目に引き抜いて、中長編みを同じ目にもう1回で、次の目にも中長編みを入れます。次も、次の7目で細編みを1つずつ編みます。1、2、3、4、5、6、7。これで最後、次も同じように中長編みを1回、次の目に中長編みを2回、で、次の目に中長編みを1回、鎖編みを3回、3目目に引き抜き、で、同じ目に中長編みをもう1回編んで、次の目にも中長編みを1回編みます。そして最後の5目、細編みを1つずつ入れていきます。2、3、4、5で引き抜きます。はい、こんな感じでできました。で、次の段でこの底の部分を編んでいきます。まず鎖編み1回で立ち上がったら、ここの段でやったように半分だけ、向こう側半分だけをすくいます。細編みを5個ですね。まず1、2、
1、2、3、4、5。そしたらここで、減らし目をしていきます。まずかぎ針に糸を引っ掛けて、次の目にかぎ針を入れます。そして引き抜いて、そのまま次の目にもう一度かぎ針を入れます。で、糸を引き抜く。そしたらかぎ針に糸を引っ掛けて、次の目にかぎ針をもう一度入れます。そして持ってくる。そしたら、左側の2本だけを引き抜きます。1、2本、こんな感じです。もう一回同じことをします。次の目、糸を持ってきて、左側の2本だけを引き抜く。そしたらここ分かりにくいんですけれども、このとんがったところを飛ばします。飛ばして、ここ飛ばしたら、ここに中長編みがあって、中長編みの頭がありますね。で、ここに、まあ、1本なのでここですね。ここに、次の目としてかぎ針を入れます。で、次はかぎ針に糸を引っ掛けてから、次も、刺します。やりにくいけど1本だけです。はい。で、糸を持ってくる。そしたらそのまま何も糸を引っ掛けずに、次の目にさらにかぎ針を入れます。で、糸を持ってくる。1、2、3、4、5、6、7、8、9、9本ですね。この糸を全部引き抜きます。ぐる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 。はい。そしたらあんまり糸を引っ張らずに、むしろちょっときつく目にして、次の目に細編みを編みます。次から7つですね。7つ細編みを編んでいきます。ここがビヨーンって伸びてますが、この次の目、1、2、3、4、5、6、7。はい。そしたらまた根っこの部分、ここと同じように編みます。まずかぎ針に糸を引っ掛けて、次の目に入れて糸を持ってくる。そしてそのまま次の目にかぎ針を入れて糸を持ってきます。そしたら次と次で同じことをするんですが、かぎ針に糸を引っ掛けたら、次の目に入れて持ってきて、そして左側の2本だけを引き抜きます。おっとっと、3本いっちゃった。ここですね。はい。次もいきます。で、糸を持ってきて、2本だけを引き抜く。そしてまた次、糸を引っ掛けて、糸を持ってくる。そして次の目にまたそのままかぎ針を入れて引き抜く。で、この全部の糸をいっぺんに引き抜く。そしてまた次の目から7つ細編みを編みます。
3 4 5 6 7。そしたらですね、こことここと同じようにこの2箇所でも同じ作業をします。で、ここは細編みが7回、こっち最後は細編みを5回して、この段は終わりになります。はい。こんな感じで、きました。そしたら次の段、引き抜いてなかったので引き抜きます。よいしょ。はい、次の段は、鎖編み1回で立ち上がって減らし目をしながら最後こんな感じで閉じていきます。まず細編みを1、2、3回1つずつですが編んでいきます。1突きの目に2突きの目3。そしたら次の目と次の目で減らし目をします。はい、これで減らし目です。もう一度1、1、2、3、一つずつ細編みを3回編みます。1、2、3。そして次と次で減らし目をします。持ってきてそのまま次の目にかぎ針を入れて持ってきて3本を引き抜く。ずっとこんな感じで1、1、1減らし目、1、1、1減らし目というのを繰り返していきます。はい、こんな感じでできました。次の段いきます。鎖編み1回で立ち上がったら、まず最初と次の目に細編みを1回ずつ、1次の目1、そして次減らし目です。1、1減らし目、1減らし目、これを繰り返していきます。はい、ここまで来ました。もうちょっとですね。次の段もう一回鎖編みを1回を編んで根元に1回、次は減らし目、この段は1減らし目、1減らし目というふうに編んでいきます。で、この段の最後で引き抜く前に綿を入れたいと思います。はい、最後引き抜く前ですね。ここまで来たので綿を入れます。綿が入ったらかぎ針を戻して閉じます。引き抜きます。で、この綿を編み込まないように気をつけながら最後の段を編んでいきます。最後の段はすべての目で減らし目をします。根元にかぎ針を入れて減らし目、よいしょ、次も1、
そしたら、最初の頭に引き抜いて、よいしょ、糸を閉じていきます。糸で、綿が出ちゃったので切ります。綿を切ります。そしたらとじ針で風にやってもいいんですが、今回は内側だけで絞っていこうかなと思います。こんな感じで、ギュッと絞って、あとはちょっと出ちゃったけど、糸処理をします。適当に出したら、玉留めをして、同じところに刺して。結び目を中に入れちゃいます。そしたら根元でカットして整えたら、じゃじゃーん、完成です。切り株ちゃんができました。はい、こんな感じで留めました。今待ち針でかわいそうに刺してますが、イメージですね、という感じで、縫い付けてもボンドとかでつけちゃっても可愛いと思います。いいですね。ぜひ皆さんも作ってみて楽しんでください。それでは今日はこれでおしまいです。じゃあね、バイバイ。